佐藤清美は、日本の男子バスケットボール選手、バスケットボール指導者。1962年5月21日、秋田県平賀郡大森町出身。中学校時代からバスケットボールをはじめ、秋田県立の白工業高等学校に進学。高校では、ポイントガードを務め、1979年、1980年の全国高等学校バスケットボール選手権。 大会連覇に貢献した。1981年に日本大学に進学。日本大学時代には1983年から1984年の全日本大学バスケットボール選手権大会で連覇を果たす。大学卒業後の1985年に日本工業へ入社。同社バスケットボール部に入り、1993年までプレー 日光時代は1989年、1993年に天皇杯全日本総合バスケットボール選手権、大会優勝を経験。また1990年から1992年には、バスケットボール男子日本代表に招集され、兵庫県神戸市で開催された1991年バスケットボール男子アジア選手権に出場している。 1993年に現役を引退して指導者へ転身。ジャパンエナジー・グリフィンズや母校の日本大学、男子日本代表でアシスタントコーチ、トコハ学園大学でヘッドコーチを務めるなどして、2008年にジャパンエナジー・サンフラワーズのアシスタントコーチに就任していた。2012年から2013年シーズンから、 JX サンフラワーズ HC を務めていた宇都見、内海智秀がバスケットボール女子日本代表 HC に専念することとなったため、内海の公認として JX サンフラワーズ HC に就任することとなった。2016年オフ、トム・ホーバス HC 就任により監督に。2017年オフ、ホーバス前 HC が女子日本代表 HC 就任のため、後任として、 HC 復帰。2019年4月3日、佐藤が2018から2019シーズン終了をもってヘッドコーチを退任し、監督となることが発表された。ありがとうございます。